アポロ A-103 はアメリカ合衆国のアポロ計画において打ち上げられた8期目のサターン I 型ロケットである。アポロ指令、機械船の模型を軌道上に乗せるのはこれが3度目になる。このロケットはまた宇宙から飛来する宇宙人が衛星の船体に及ぼす影響を調べるペガサス A 衛星を搭載していた。A-103 の飛行計画には12の目的が あり、そのうちの二つは、ペガサス A に関わるもの、八つは、ロケットの性能試験に関わるもの、一つは、緊急脱出用ロケットの切り離しに関わるもの、一つは、司令船の切り離しに関わるものであった。ペガサス A の目的は、機体の構造や、電気的システムの機能に関する試験提軌道において、宇宙人が、機体に及ぼす、影響の調査であった。 ペガサス A を軌道に乗せるミッションが加わったため、今回の軌道はアポロ A-101 やアポロ A-102 とは違ったものになった。A-103 は1段目に SI、2段目に S4 を使用し、ペガサス A は2段目の上部に搭載されていた。S4 の上部とペガサス A は一体化されていた。さらにその上には模擬のアポロ指令、機械船と、 レが搭載されており、レは上昇中に、指令、機械船は、軌道投入後に投棄された。ペガサス A は、重量およそ 1805kg で、計測用の翼を広げた時の幅は29.3メートルになる。A-103 は1965年2月16日14時37分3秒、ケープカナベラルの37バイト発射台から、打ち上げられた。 飛行は正常に行われ、ペガサス A はおよそ10分半後に、近地点 495km、遠地点 743km の大円軌道上に乗った。軌道は当初計画されていたのに、極めて近いものであった。発射から804秒後に保護カバーが開かれ、その1分後には、微小隕石観測用の翼が展開を開始した。ペガサスの寿命は、 当初1188日と予想されていたが、実際にはそれよりも若干長く、3年半後の1968年8月29日に消息を絶った。いくつかの小さな故障はあったものの、A-103 計画は成功裏に終わった。ペガサス A ペガサス A 概要 A-103 の発射。ありがとうございます。